今回はこちら、中に天然石のアクアマリンを入れたキューブピアスを作ります。どうぞ最後までご覧ください。使用する材料はこちらです。ピアスやイヤリングはこちらのタイプであればどれでも大丈夫です。工具や備品はこちらです。まずはビーズ用の針に糸を通しておきます。そしてこちらの竹ビーズを4つこのようにつなげます。ビーズから下の糸はだいたい10センチぐらい残しておいてください。一番下の1個目のビーズにだけ針を通します。ここからは左横に表示している案内図に沿ってビーズを編み進めてください。
はい、すべてのパーツが揃ったので順番につなげます。 Tピンとアクアマリンをつなげます。アクアマリンの上にビーズが来るようにTピンとビーズをつなげます。次にこちらのキューブチャームにつなげるのですが、内側のシルバーの竹ビーズ、こちらが2段になっているので、その間の隙間からこのようにピンを通します。アクアマリンがちょっとだけキューブの外に出ているので、内側にギュッと、はい、このように押し込んでください。まあ、このようにキューブチャームからまっすぐピンが出ている状態になったら、もう一度上から小さなビーズをつなげます。次に平やっとこで T ピンを曲げるのですが、最後につなげたシードビーズの真上から90度以上の角度、斜めにぐーっとこのように曲げてください。曲げたピンの長さを測るのですが、このままではちょっと測りにくいのでピンを横にずらします。ビーズの上から7ミリの箇所に印をつけます。では7ミリの印をつけたところをニッパーでカットします。次に丸やっとこで T ピンを丸めるのですが、先ほどカットしたギリギリのところを、はい、このように挟んでください。ピンは上に持ち上げずにパーツの上をやっとこが転がるようなイメージでくるくるっと丸めてください。では丸カンを開いてこちらのキューブパーツをつなげて、ピアスやイヤリングのパーツをつなげる輪に丸カンを通します。優しく閉じます。最後に全体のバランスを確認してください。反対側も同じようにピアスにつないで完成です。はい、完成です。今回はキューブの中に天然石のスワロフスキーを入れましたが、色の濃いパールなどを入れてもガラッと印象が変わるので、どうぞいろいろと試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。